俳優の上木隆之介30が主演を務める NHK 連続テレ小説乱漫』月土曜前8.00土曜は一週間ぶり返しは27日第84話が放送された話題のシーンを振りる以下ネタバレ U 朝ドラ通算108作目日本植物の父と称される牧野富太郎をモデルに江戸木から 昭和の激動の時代を生き抜き、明るく花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房群情領域、旅屋岡、リなども手掛けた、注目の劇作家、長田育英。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、ドンどバルイ16年ぶりに作目。初主演となる。男性主人公は20年度、キエール。 久保田正隆以来3年ぶり。第84話は、万太郎、木、龍之介は、水生植物、無地なもを、植物学教室、持参。徳永助教授、田中哲司や大久保、今野博北が興味津々の中、田辺教授、金目淳は、それが、日本で、発見の食中植物だと万太郎に教え、論文と食、図を書いて世界への報告を命じる。 万太郎は何認められたい一心で夢中になって無事もの研究を開始。そんなある日、無事なもが、と、う天開。徳永は、ドイツ留学の移行。田辺は、遅い、来だ。さっさと言っておいで、徳永くん、留学、ら戻ってきたら、君も教授だなと送り出した。して、無事なもが開花。咲かない花も咲かせた。太郎に、田辺教授は、SNS 上には、 徳永さん、帰ってき、ね。これっきりは寂しいから、さっさと言って、いいで。徳永教授へのツンデレ。一緒に喜ぶ徳永教授かわいいな。田辺教授に心穏やかな日々が出るといいのだけど、万太郎が次々と発見して、口中で田辺教授の嫉妬や焦りが伝わってく、なあ。切ない、田辺教授、アメリカ仕込みのフェネスを出してみせたけど、 あまりにも神に会い、レテルタ太郎を見てどうす黒ろいものが渦巻いている様子。超危険、と学思想は咲かず、無事、もは咲いた。それを前向きになってきた優がどう感じたか。ポジティブにもネガティにも転びそうな最後の表情などの声が、上が、た。